今日はこれを見に行きました。皆さんこんにちは、成沢です。お世話になっている田中雅美先生の写真展に来ました。今ここですね、稲荷山公園っていうところにいるんですよ。でここの中にある狭山市博物館っていうですね、ここですね。ここで田中先生のオーロラ写真展が行われているということで、すごく大規模な写真展なんですけど、まあこういうコロナの状況なので来れない方も多いということで、オーロラの写真とか興味のある方も多いと思うので、今日はその写真展の様子をお届けして、皆さん楽しんでいただければなと思っています。それではちょっと行ってみますね。でここ私の家の近所なんですね。あ、西武線が走ってます。あっちが稲荷山公園駅ってとこですね。はい、ここが写真展の会場です。あ、シュッシュしないとね。狭山市博物館の中に来ました。なんかいろいろイベントやるんですね。毎日一人に来てもらって、なんかそうですね、大事ですよね。失礼いたします。はい、6度4分でございます。はい、暑いっすよ。6度3分ですね。カナダなんですね、これね。カメラ何で撮ったやつですか、これ。これは S1R かな。あ、S1R なんだ。写真がでかいですね。ねえ、一番小さくて A1 だから。この辺りは日本初期とかでオーロラ、低緯度オーロラが観測されてるってことですか。そうだよね。私北海道住んだ時に何度か北海道でも低緯度オーロラが観測されたっていう話ありましたけど、ね、あ、この辺は理科的なあれですね。すごいな。これサイズ的にはなんてサイズですか、これ。これは B0。でかいなあ。れ、先生がだってでかいじゃないですか。先生180ぐらいありますよね。うん、ちょっとね、かなりだよね、だからね。いや、でかいですよ。このサイズで印刷したいんですけどって言われたらすげえ嫌ですね。カメラは基本的に高画素機だけじゃないですよね。ここが本会場ですか。じゃあ、ね、さっきのはもうジャブ的な感じ で、はい、でここからが本番と。この服はマイナス80度対応なんで。え、マイナス80度ですか。このハードウェアってこれ1000センチでよく見ますよね、これね。うん、20度とか30度ではね、この服は着てられないの。暑くて。あ、え、マイナス20度30度で暑い。暑い、まず着ないね、これ。マジか。あ、わかりました。じゃあこれ渡して。はい、ありがとうございます。あ、そう、すごいな。これは見たことないね。これないですね、初めて見ました。比較的最近ですか。最近、うん、あ、イエローナイフって高い山がないんでしたっけ。うん、山がないんです。山がないですよね。低い山もない。湖が1人11個。え、そんなに多いの。え、1人11個だったかな。そのぐらい湖だらけの場所なんで。あ、うん、そうなの。これ温度差でもう夜は常にそれは大変だわ。レンズ曇るわ。それ大変だわ。レンズ曇るよ。いやー、そうなんだ。その曇りが生半可じゃないから。なんか言ってましたよね。無理だよ。うん、天体で使うようなものでは全く歯が立たない。自分は今扇風機を言ってましたね。扇風機回して人間用の扇風機を回してるけど、それでも無理だね。これ月明かりがない時のオーロラですか、これは。うん、そう、これはオーロラの光で、うん、ちょうどグリーンにやってます、ね、滝がね。だいたい月明かりがある時に撮影に行ってらっしゃるんですよね。そうだね。見てると結構月明かりの中ですげえ強いオーロラ出ましたっていう写真結構見せてくれるじゃないですか。うん、あれってやっぱそんなに頻度高くないもんなんですよね。高くないよね。これちょうどこう月明かりをこう避けるようにオーロラが出てるのも印象的ですよね。多いの多いの、それが。うーん、全部じゃないんだけど嫌がるのね。こっちにこう来ようとしないから、オーロラって。へえー、
じゃあ月に被ることはの方が少ない、少ないんですね、うん、あれこれって GH5S とかで撮ってたでしたっけ、うん、そう、そうですよね。え、それは S2 なの？ S だよ、S。 え、アルファ 7S だったんですかこれ。そう、あ、これ、これ、すごいでしょ全然そんな風に見えないですね。これ動画撮ってて、リアルタイム撮ってて途中でやめて、うん、写真も撮っとこうって言って切り替えて撮ったやつ。あ、そう、0以上、B0 なんてでき簡単にできるけど、あのカメラでも。ただし、かなり大変よ、処理は。あ、それ川なんですか。あまりにも寒いので、うん、川っていうのは少しずつ凍っていくようなことはしないの、うん、もっと寒いところからもう流氷となって一気に流れ出してくるので、へえ、凍り方が半端じゃなくて、間間が3メートルとか2メートルとかの隙間になってるんで折り重なってる。あ、マジですか。危なくてこう歩けない。じゃあすぐドボッとはまっちゃうんですね。もう大変。でもはまったら危なすぎる。いや、生きて帰れないですね、うん、そういう場所なの。この教会もなんか出やすいとこなんか行ってましたっけ。この教会はね、最高最高。もう必ずオーロラが後ろに出てくれる。あ、位置的にいい場所なんでっていうところがまた。え、ミミズクいるの？いるの、恐ろしい。あ、そうなんだ。うん、後で気づいたの。後で気づいた、うん、撮影してる時気づいてない。へえ。で、撮影の時に見つけた時は10時間に白袋が来た。ああ、そうでしたね。それこそありえない、ここに白袋本来いないから。この中でなんか特に印象に残ってるものとかはあるんですか。まあ、だから終着駅。終着駅、うん、なかなか今これを超える自分の中の作品がなくて、うん、ただすごいとかオーロラがすごいとかはいくらでも別に行けば出るんでいいんですけど、オーロラだけ撮るっていうのを最初誰もがやるんだけど、うん、その後、ね、どうするかっていうところから、うんうん、作品が始まるんだけど、うん、自分の中で絶対にこの雰囲気でここにあるように、もうテーマ決めてたんで、有限の世界、はいはい、でこの横にはビーバーがいてね、クマの鳴き声をするんですよ。へー、うごめいてるんですよ、もののけたちの世界がこれから始まるっていう雰囲気の中で、でビーバーが怒ってね、この湖面を叩くの、尻尾で。あ、どこか行けって言ってバンバン威嚇するんだ。ビーバー、ビーバーってでっかいネズミ。しかもビーバーが水面を叩くっていうのはありえないような音がするんで。そうなんだ、ね、大きな石を投げられたような音がする。ドボンって感じですか。音的にはね、音的には。へー、それがこの左側で起こっててね、向こうでは泣いてるしね。確かにこの写真はね、すごく印象に残ってるんですよ。ここで偶然オーロラが出たから撮ったんじゃないし、ここで偶然オーロラが出たから撮ったんじゃないと、うんうんうん、もうここで撮るって昼間決めて、あとはオーロラ待ち。これはここに北斗七星あるってことは北、比較的出やすいんだけど、ここに出てほしかったんだよね。そういう、まあ、絵コンテから勝負してるんだけど、うん、こういう写真見ると嘘っていうのが分かる人は分かるわけです、うん、何って言ったら、これを見ればこれ一体どの辺かっていう、位置的に南東の方ですかね。南東だよ。南東ですね。南東側でオーロラ狙うって、これ通り越した時に撮れるってやつですか。そう、取り越し戻ってきた時、そう、真上に出る関係でオーロラが移動するから、それによってオリオンと合わせるオーロラが取れたりするわけなんです、うんうん、そうですよね、うん、確かに他の作品見るとスバルが映ってたりとか、うん、北斗七星が映ったりとかっていう率が高いですもんね。もともと星とオーロラの共存難しいですよって中で、ごくまれにそういうシチュエーションがあるんです、うん、まあ、月明かりもよるんでしょうけど。無題もあるんですね。ボディぐらい撮影しててオーロラが出始めて、うん、ふっと見たらいい感じで木と一緒に撮った。あ、つまりそういうことか、意図として撮っていない、狙った写真じゃないからってことですね。だから無題なんだ、うん、だからパッて見た時に、あ、いいじゃんこれ、木と一緒にって撮ったものなんで、やっぱり作品とは言わない。でこれは季節における真上を向けた時のオーロラの、うん、種類だね、典型的なパターンっていうのはこういう
マヨネーズタイプ。マヨネーズタイプっていうの。マヨネーズタイプ。こういうの、こういうの。ちょっとオーロラが強い日っていうのは、もうこれなんかぶっちぎるような、この後。それすごいですね。これも地平線ぐるっと行って。で、渦巻きながら、真上を走って。繋がってんじゃないですか。この後は ものすごいことが起こるっていうのがもう。あ、そうなんだ。普通じゃないですね。これは、この後期待はできるけど、どうかなっていう。あ、そういう感じなんだ。まだわからん。空港、どういう状況なのって思いますけど、本当これね、なんでこんな夜景の上にこんなオーロラ出てんだみたいな感じですよね。これで飛行機飛び出すんで、飛行機の中からオーロラ見えるって言ってましたね。よく見える。これはね、もう離陸してからもうすぐにずっと見えてる。これ珍しい写真ですね。これ珍しいね。めちゃめちゃ雲の、え、これは標高の高いところから撮ってるんですか。あ、でもイエローナイフだ。丘みたいなところ、山じゃないんだけどね、そこから撮ってる。これあんまり見ないコースですよね、これ。この後結構いい積乱雲にはなったんだけどね。へー、夏ですか。じゃあ夏です、これね。あ、でもこれは無題なんですね。でもね、これはこっち側を本題撮ってるんで。裏側を、裏側を撮ってるんで。あ、そうなんだ。え、本題の時は何を撮ったんですか。その時はこれが、あ、これを撮ったんですね。これ狙って、で、裏側でそっち、裏側。あ、ほんとだ。そこと、この写真の右側と、すごい場所なの。結構キワキワのところで撮影してるってことですか、これ。そうです。川の上、凍っている。あ、ですよね。だけども、雪の花が咲いてるから。あ、春に、そうだ、フロストフラワーか。温度が暖かくなって、溶けて、その後急に、あれだね、温度下げるとこういうことは。これ朝焼けですか、これは。じゃあ、もうすぐ白夜なんで。あ、白夜、もうずっと夕焼け空が続くんでね。あ、そうなんだ。もうこれなんか、ほら、典型的、ずっと夜中だけど、もうずっと夕焼けなんで。へえ。で、空が黒くない、これが。そうか、そんな時間帯なんだ。時間帯っていうか、時間的には何時ぐらいなんですか。これ1時、夜中の1時。あ、夜中の1時、白夜ってそういうもんか。ちょっとこういう状況なんで、なかなか、まあ、狭山まで来づらい状況かと思うんですけど、興味を持ってる方とか、まあ、そうですね、空いてるしね。ごめんなさい、まあ、これから来ようかなって思ってる方にちょっとメッセージをいただければ。オーロラはしばらくね、世界中、一応言われてますけど、でも実際取りに行くことがもうできないんです。本当に良くても来年、まあ早ければなんていうのはありますけど、それでも無理していくようなことじゃないので、実際はね、オーロラの式で全てここにある写真を行く前にじっくり眺めて、よし、じゃあこういうの撮ってやろうというふうに力を貯めてね、十分考えることができる展覧会なので、そういう方はぜひ見に来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。なんですけど、結構ね、うちに遊びに行った時にいろんな写真見せてもらったりとかして、この中も見たことのある写真もあれば見たことない写真もあるんですけど、いまだに見たことない写真こうバサッと出してきたりとか、何こんな写真眠ってんのっていうの出してきたりとか、もう撮ってる量が半端ないんですよね。刺激になる、すごく刺激になる。私自身はオーロラって撮ったことないんですよね。そのうちオーロラ撮りに行けたらいいねって、ツアーとか参加しようかなと思ってた中で、こうやってコロナの影響で海外には行けなくなっちゃったので、すごく憧れの被写体にはなってきてますね。それこそ会社辞めてからフリーランスになったら行こうなっていうふうに思ってたのに、2、3年経ったらいけんのかなみたいに思ってますけど、まあ、それまでにね、技術を蓄えて、こういう素晴らしい作品を自分も撮れるようになりたいなと思いますね。